片倉景綱、伊達家家臣にして、伊達政宗の軍師的役割を務めた人物。通称、小十郎。優れた血を持って、伊達政宗によく仕えた彼の意見は、伊達政宗も素直に聞き入れることが多かったとか。今回ご紹介するのは、そんな片倉小十郎景綱のちょっといいお話をすれから抜粋したものになります。様々な創作作品伝記などで、絶大な人気を誇る政宗のその右腕、素敵なエピソードの数々をお楽しみください。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。片倉小十郎景綱が養女を助けた話。高玉合戦の際、いよいよ落城という時になって高玉太郎左衛門は妻子を殺そうとした。しかし乳母が必死に言うので、生まれ年3歳の女児を抱いて脱出させた。すぐに役立つに遭い、乳母は切られたが、女児を下に敷き、伏せて倒れた。夜になって軍が引き上げたところ、傷が浅かったので乳母は起き上がり、高倉近江のところへ駆け込み、助けを求めた。近江はかくまって何か問題があると困ると思い、片倉小十郎景綱に詳細を告げた。小十郎は、一度切られたものであるから、助けましょう。もし政宗から尋ねられたら、御前でのことは私がどうにかしましょう。と言った。助けられた女児は成長後、蒲生源左衛門家中の妻となったと聞いた。梅伊達重真、重真紀保か。後世に書かれた地下記録では、近江が男児を女児であるとごまかしたとあり、成長後新左衛門と名乗った男児だったと記されている。どっちかわからん。マー君って子供好きなイメージがある。もう一線ねえかなぐらい思ってたんだろう。それじゃ政宗を投下しよう。伊達政宗兼松又四郎と喧嘩のこと。陸奥神政宗が殿中お能の際に兼松又四郎という旗本に対して無礼を働いた。また四郎が握り拳で政宗の顔面を殴りつけると、政宗は手を打って笑い、さても男なり男なりと強制られた。帰還後に家老片倉小十郎に、別に危ないことでもなかったが、小心者を相手に本気になることではないので面白くいなしてきたよ、とお話になられた。小十郎は、さようもっともでございますな、しかし小心衆に無礼を働いたりしないよう、もっとお慎みください、と答えた。お気なぐさ、奇出逸話のバージョン違いだが小十郎に突っ込まれる罰の悪い話。意味なって同時大臣も知ってることは知ってたん。政宗は何やったんだろう。知らないと意味名を避けたりできないだろうな。秀吉とか照元とか大臣の殿様の意味名なら庶民でも知ってたみたいね。今の総理のフルネームをみんな知ってるような感覚だろうか。あと政宗。ありがとう政宗、何をやらかして、顔面殴られたか気になるな。報復しなかったんだろうか。小十郎をして、殴られて仕方ないって言いたげな無礼って。兼松又四郎という旗本、織田信長に仕え、桶狭間の戦いで初陣を飾る。最初は下級武士であったが、先行を挙げて信長の馬回り衆として活躍。本能寺の変後は、終わりに戻り織田信勝に仕えて、小牧長久手の戦いでも信勝に属して戦っている。信勝の没落後は、橋場秀吉の木頃衆として活躍、豊臣秀次に一時属するが、秀次の死後は再び秀吉に仕え、秀吉の没後は徳川家康に仕えた。慶長5年、会津征伐に家康に従い、西に転じて岐阜城攻め、関ヶ原の戦いに従軍した。戦後、家康の子の松平忠義の与力となり2600石を治療。忠義が創生した後、徳川義直に仕え、尾張藩士となった。墓所は清州寺。あの時代の代表的勇者の一人なんですが、それは、ビビって逃げたのをごまかしてるようにも思える。政宗の場合はビビって逃げたわけでもない。生ける伝説のような拳に殴られてもじゃれ合ってきたぜ、ははは。で、めげないからある意味頑固だし大物。いつも一緒にやらかしてる小十郎にたしなめられるレベルの無礼、というのが気になる。政宗はどこ切り取ってもネタ出てくるからな。大領国は政宗様のものだ、そう秀吉が言ってた。ビッグマウスは主君だけでなく、その家臣もだった。いわき市に残されている文化財の一つ片倉小十郎景綱の書状より、伊達政宗の家臣片倉小十郎景綱が、天正18年6月14日、いわき常高の執権家老の志賀官庁斎竹春右衛門の城竹清親子に宛てたものである。ここまでが引用。書状の概略は次の通りである。主人の政宗が秀吉の元に行き万事思い通りとなった。いわき家も身体がうまくいくよう政宗が申し入れておいた。秀吉喜んで、政宗にでは陸奥領国を任せると言っていた。
岩城家は正宗の取りなしで別状はないから、秀吉への用向きは正宗に相談するとよい。それをしなければ秀吉は望みを叶えてくれないからあらかじめあなたに申しておく。奥羽国は正宗が支配することになった。そのため相馬が正宗の不在中に伊達を攻めたので相馬を撃つことにした。だから岩城も遅れずに参加するよう常高様に申してください。そのことが常高様のおためになります。ここまでが引用。だが、現実は正宗は奥羽統一どころか会津没収原稿なわけで、岩城常高はこの後、鎌倉で病死、家督は佐竹家。もし、常高がこの書状を鵜呑みにしたまま小田原に参陣したならば、直面した現実はさぞや厳しかったであろうと推察する。恐るべきは伊達主従の口車、いや、戦国の世ということであろう。そういうことじゃないんじゃないの？それ、日付から考えたら、必死になってはったりかましてるとしか解釈できねえんだが。秀吉と直接面会されると困るから、なんとかしてやめさせようとしたんじゃないの？いわゆる、武略ですな。先日図書館で借りた、東北の語り部から聞いた炎症話エッチな笑い話をまとめた本に載ってた逸話、原文は東北弁バリバリですので翻訳して、伊達政宗がある戦の時、相当激しい戦で盛んに野弾が飛んでくるので、立っていけないので畑の中を張って進んでいったそうな。すると、家老の片倉小十郎がその後ろから行って、政宗の股ぐらに手を入れて金玉をガッと握った。そんなもんだから政宗がたまげて、こら、何をする、殿、この戦は勝ち戦です。なぜだ、しんがりの金玉がぶらりと下がっています。と小十郎は言ったそうな。勝ち戦ってことでいい話に書き込んでみましたが、小十郎何やってんだ。しかし、なぜに金玉がぶら下がってると勝ち戦？緊張で縮こまってないから余裕あるってこと？教えてよい人。玉が動けなくなったら詰んでしまうからな。玉が飛ぶ中玉を握るとは片倉も大した玉よ。目玉ぶった切ったり焼きごて当てたり祝いの席で刀抜いたり子供殺すの止められたりと、主君と濃すぎる絆を育んだ片倉小十郎景綱は1615年病没した享年59歳であった。中心として名高い景綱だが、一度出奔を図ったことがある。梵天丸の森役となってしばらくしてからのことで、経緯ははっきりしないのだが、こんな田舎でずっと最低賃金でとかありえねえというような事情らしい。姉の北に悟されて思いとどまった景綱は以後は幼い主を森田天と決意し、目玉ぶった切ったりしながら、命がけで伊達家に仕え、秀吉や家康からスカウトされても断りその生涯を政宗に捧げた。己が半身とも言える側近中の側近の死に政宗は大いに嘆き入り、3日間誰とも会わず職も断ったとも言う。景綱の没後も政宗の片倉家への信頼はいささかも揺らぐことはなかった。伊達家のホープとして早くから中央に出ていた二代目重綱は大阪の陣で獅子奮陣の活躍をし、その武名は猿事情で参陣していない島津家久からも重綱三角形と惚れ込まれるほど、とどろき、伊達家の片倉の名を不動のものとした。幕府にも一目置かれ、美男子で男女問わずモテまくり、二回り年下のは梅とわらぶらぶと、リア充全開の重綱は政宗の自慢の家臣であった。1636年、死期を悟った政宗は最後の参勤の途につく、重綱の居城白石に着いた頃にはすっかり弱っており、食事もろくに取れなくなっていた。翌日、心配し巻き外れまでカゴに付き添った重綱を政宗は励ました。明日にも天下に大事があれば五千句を受けたまわり、お前に先陣を務めさせ、重真に指揮を取らせ、三人心を合わせれば、また一花咲かせられよう。留守の間、国の守りはお前に頼んだぞ。だが、死を予感してから初めての弱音がこぼれる。おそらくは、もう会えぬだろうな。老いた主君の独眼から涙がこぼれ、鬼と呼ばれた男も声を上げて泣いた。知った妻木は、政宗は見送りに出ていた重綱の嫡子三之助に自分の脇差しを差してやり、小十郎はいつも良い子を持つな祖父や父に負けぬ立派な武士に育てよと頭を撫でた。この幼い少年が後の三代影長で、漢文事件の際には混乱した国元を見事に取り沈め、伊達家の安泰に大きく貢献する。初代景綱の小田原三陣の勧め、二代重綱の大阪の陣での武功と共に称えられる片倉家の参考である。授かった脇差しを握りしめ、旅立つ主を見送った三之助はおよそ一月後、物言わぬ棺を迎えることになる。そして三世紀の時が流れた。1974年10月某日、仙台京が峰は軽い興奮と緊張に包まれていた。
戦災で消失した伊達政宗霊廟瑞鳳殿を再建するため9月から開始された発掘作業は順調に進み、ついにこの日政宗その人が眠る石室が開けられるのだ。ゆっくりと重い蓋が開かれ、閉ざされていた墓室に3世紀ぶりに日の光が差し込んでいく。その光景を万感の面持ちで見つめる一人の男性の姿があった。片倉家15代当主、片倉信光氏である。片倉氏は当時白石で長く病床にあり、一人で歩くのもやっとであったが、政宗公の石室が開かれるというのに、俺が行かないで誰が行くか、と心配する家族の反対を押し切り駆けつけたのだった。かくして政宗は東大小十郎が見守る中、長い眠りから目覚めることになった。ざわめきが止んだ。皆が固唾を飲んで見守る中、時の流れにくすんだ頭骨が丁重に取り上げられ、秋の日に鈍く光る。伊達政宗と片倉小十郎、338年ぶりの再会だった。信光氏は父の代から政宗を祀る青葉神社の宮司を務めており、宇治の逝去後はご子息の16代当主が引き継いでいる。森の都が最も美しい5月、政宗の命日に合わせて行われる青葉祭りでは、祭神の魂を乗せた神輿が様々な災害を超えて100万都市となった仙台の町を巡る、御霊移しの儀式を行い、豊に付き従うのが宮司の重要な役目である。儀式の時、政宗公が私に話しかけてくることもあるんですよ。中心の子孫は笑う。我が家は伊達家あっての家です。片倉は政宗公のために武士となり、また神職に戻りました。そして初代が政宗公に生涯を守りすると誓ったからこそ、私が今ここにいます。私の中で政宗公は決して歴史上の人物ではなく、今も生きていて、朝に夕に対面しているお方です。初代との出会いから4世紀半、そう語る片倉家の末裔に政宗は今も守られている。時を超えた、とある主君とその中心のお話。二回り年下ならまだ男子を授からんでもないだろうに。早々に養子をもらわれるとか梅さん哀れ。政宗の話なのに目から汗が出るとは。政宗が神様とか、と一瞬思ったが、よく考えると日本の神様大体あんな感じな気もする。触らぬ政宗にいかやく。いかがでしたでしょうか？小十郎ファンになってしまいそうなエピソードの数々でしたね。主君伊達政宗に仕え、花月内功は、小十郎という通称を代々受け継ぐ片倉家。もしも、気に入っていただけたのであれば、続きの制作も考えておりますので、あなたの知っているエピソードをお聞かせいただけると嬉しいです。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。